火曜日は西山のぞみのしゃべりナイト。今夜も始まりました。火曜日は西山のぞみのしゃべりナイト、パーソナリティの西山のぞみです。よろしくお願いします。はい、ということで火曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。先週からですね、11月末までの2ヶ月限定でこの番組レギュラーでスタートさせていただいております。ということでね、レギュラー化して2回目、一人でラジオをやるのは3回目なんですけど、そうですね、まあ少しだけ慣れてきたような気もしなくもない感じであります。今夜も30分お楽しみくださいませ。はい、この放送もですね、終了後にはYouTube でアップされますので、いつでも聞けるようになります。皆さんぜひそちらでも聞いてください。そして番組ではメールを募集しております。なんと早速メールが届いておるので一つ読ませていただきたいでござる。よろしいでござるか。ありがとうございます。じゃあ早速読ませていただきます。ペンネーム F さん、あ、F さんこんにちは。冠番組の開始おめでとうございます。お気に入りの事柄について熱く語る様子を楽しく拝聴いたしました。今後も様々な好きの形をお伺いできることでしょうから、お楽しみです。ということで、ありがとうございます。初メッセージメールか。ありがとう。こうやって喜んでくれる方がいるんですね。こういった感じで応援のメッセージとかたくさん皆さんもいただけると私とても喜ぶので、ぜひたくさん応募してください。宛先を言うので、ぜひ皆さん聞いて、あ、メモしてくださいね。宛先は mail@wallop.co.jp、 mail@wallop.co.jp ですね。タイトルに番組名の西山のぞみのしゃべりナイトと入れていただければ良いかと思います。こんな感じでメールたくさん募集してますので、今後ともよろしくお願いします。火曜日は西山のぞみのしゃべりナイト。さあ、お送りしております西山のぞみのしゃべりナイトということで、そうですね、最近ちょっと喉の調子が、ちょ 前回も言ったかもしれないんですけど、調子が悪くてですね、前回よりもなんと悪化してしまいまして、何になったかっていうと、ポリープになってしまったんですよ。私ポリープってなったことなくて、過去にメンバーがなって結構大変なことになってなんか薬漬けみたいな感じになってたんですけど、このポリープ、私ボイトレの先生に紹介された病院に行ったら、4日間で、いや3日間かな、3日間で注射と薬でここまで復元したんですよ。声がもう本当にポリープになりたての時は声が一言も出なくて、カサカサってなっちゃって、本当にラジオ収録ができないぐらいひどかったんですけど、やっぱり病院選びってすごく大切だなって思いました。皆さんも風邪など流行っておりますので、体調には気をつけていただければと思います。そんな感じの1週間でした。ですがこの1週間ですね、もう一つ素晴らしいことがあるんですけど前回ジョジョ展について話したと思うんですよ。私はすごくジョジョの奇妙な冒険という作品がすごい好きで、今
あの新国立美術館でそのジョジョの展示会がやってるんだよって話を多分前回したと思うんですけど、まあその展示会自体は今度11月で大阪にあるので気になる人はそちらを調べていただければと思うんですけどね。そのジョジョ、今年はとにかくジョジョがすごいってことを言いたくて、今週はそのジョジョの5部がアニメ化したんですよ。アニメ化がスタートしたんです。スタートして私もリアルタイムで見てたんですけど、始まった瞬間にあのツイッターのなんだっけ、あの検索キーワードみたいなのが1位になってて、ジョジョがトレンド入りしてて、それぐらい盛り上がってるんですよね。でそんなジョジョ5部に出てくるキャラクターで、ブローのブチャラティっていうキャラクターがいるんですけど、もうそのキャラクターがすごい私は好きでですね、もう今回ジョジョがアニメ化するって聞いて、そのアニメ化するとでもほぼ同時のタイミングで私もその髪を切ったんですよ。ブローのブチャラティ髪ちょっと待って、ネーミングおかしいな。ブローのブチャラティヘアを私もやって、あのおめでとうっていう気持ちで髪を切りました。まあ、検索すればすぐ出てくると思うんですけど、もうぜひあのそのブチャラティと私の写真を見比べて見てほしいなって思います。もうツイッターとかに全然写真上げてるんで、もうどれだけ私がジョジョが好きかっていうのが多分わかると思います。まあ、それはそれでね、今週はちょっといろいろ嬉しいことと悲しいことがありましたね。はい、皆さんはどんな1週間を過ごしたんでしょうね。そういうのをね、私はメールで皆さんからいただきたいですね。もう個人的なこういうことがあったよみたいな素朴なもうなんかことでもいいので、私に語りかけるようにメールが欲しいです。私はそれに対して返していきたいので、それだけじゃなくてもなんかコーナーとかなんかこれやってみてよみたいなのとかもありましたらどんどん欲しいです。企画は常に欲しいですね。そういう企画ね、企画もし私がこれからラジオ番組で何かやりたいってなった時、何やるかな。なんかでもラジオって声だけだから、単純になんかモノマネみたいなことやりたいな。私すごいアニメとか声優さんが好きなんで、声優さんのラジオとかをよく聞いてたんですけど、やっぱり声優さんのやるモノマネって、モノマネとかこうな、あのこのキャラクターが言わなそうなセリフを言ってみるコーナーみたいなのもうすごい好きなんですけど、そういうのやってみたいけど、この声じゃダメだよな。でもなんかそういうのに挑戦したい。そう。がらんできた。大丈夫。なんかそうだな、今あと欲しい情報、皆さんからちょっと募集したい情報としては、喉に優しい食べ物とか飲み物とか、おすすめの、療法、喉が良くなる方法知りたいです。なんかあれば私何でも試したいので。ちなみにあのプロポリスってあるじゃないですか、蜂の毒だけどすごく喉にいいと言われている、そうプロポリスっていう飴がね出てるんですよね、プロポリスの。でもそれはもうまずすぎてちょっと食べられないので、そのプロポリスがすごい入ってるいい食べ物ですか、まあ、大体飴なんですけど、もう正式な商品名を私は教えてほしいなって思います。すごい
探してます、プロポリスのいいやつとか、あとなんだろう、喉にいいやつ。もうとにかくこの季節に限らず、私はあの仕事上おしゃべりする、歌うっていうことが基本なので、喉はもう商売道具なんですよね。もうだからその喉にいいものは全てちょっと試したい、皆さんの力を貸してほしい。ぜひ何か教えてください。ちなみに私は普段やってることと言うと、まあ帰って手洗い、うがいはコルゲンのコルゲンコアうがい薬を使ってます。であとは保湿っていう意味でマスクして寝るとか、あとはハーブティー基本的に温かいものをね飲んで、でお茶は避ける。あれハーブティーってお茶いや違う、ハーブは違う、ハーブティーはいいの、お茶、緑茶とかウーロン茶とかああいうのは油を取っちゃうので喉に良くないんですよね。そうだから絶対ライブとかあるときは絶対水蜂蜜レモンとか、そういうできれば油っぽいもの、なんかどこかの歌手の人が言ってたんですけど、豚骨スープを持ち歩いてる人とかもいるみたいで、まあそういうねことをちょっと私もちょっと参考に、さすがに豚骨スープは難しいかもしれないけど、そうでも手軽にそう摂取できる喉に優しいものをね、ぜひ皆さんも風邪をひかないっていう意味でも何かしら試したりしてね、この冬を乗り切ってください。まあまだまだちょっと寒暖差が激しいですが、喉がすごくなってきちゃった大丈夫、諦めないで。もうすぐ CM に行きますので、あの CM のあとは次のコーナーがあります最後まで楽しんでください。それでは CM の後、火曜日は西山のぞみのしゃべりナイト、こちらのコーナー行きましょう。のぞみのこれだけ聞いて、このコーナーは私西山のぞみが今一番話したい話題をとことん話していくコーナーです。前回はジョジョ展を紹介しましたが、皆さんジョジョ展行きたくなったでしょうか。はい、今日はですね、話したいトークテーマはこちらです。ファンって何ですか、扇風機ですか今なんか勢いよく言ったら扇風機みたいになっちゃったなじゃなくてファンですね、不安です。さあ、不安とは何か。ファンは特定の人物や事象に対する支持者や愛好者のこと、熱狂的なを意味をするファナティックの略。はい、ウィキペディアを参照しました。さあ、ファンです、ファナティックって言うんですね、ファンの人。このファンなんですけどです、で、あの実は私にもこのファンと言われる人がいるんですよそう、なんで今回このトークテーマをファンにしたいと思ったかというと、私がすごいファンの方が好きだからなんですけどねそのどれぐらい私がファンの方を好きかっていうのを今日はちょっと知ってもらいたくて、あえてトークテーマにしてみました。これは決して皆さんに媚びを売るとかそういうことではなく、純粋に私が好きなものを紹介しているだけなのでね。でこの放送を多分聞いてくれてる方も私のファンの方だと思うので、まあ、感謝の意を込めて今日は話していきたいと思います。そもそもね、なんでファンが好きかっていう話からしたいんですけど、いやそもそもいや逆に嫌いな人いるのっていう
感じですよ。自分にファンがいて嫌いな人多分いないと思うんですけど、ね、なんか私みたいなこういう世界で戦っていく身としてはですね、このファンの方がどれだけ強い力になるかね、ライブやイベントにわざわざ足を運んで会いに来てくれたり、手紙を書いてくれたりとか、プレゼントを送ってくださったりとか、もうその時間と体力とお金をかけてこう推しを応援しているファンの方がね、もう素晴らしい、素晴らしいから私は敬意を表したい。このこれがどれだけ素晴らしいことかっていうのは、私も私自身も好きなアーティストがいたりして、同じように、まあ、アニメもそうですけど、時間と体力とお金をかけるってどれだけ大変なことかっていうのは身に染みて、そう分かってるつもりなので、それが自分に対してもうあるんだよってなった時にね、すごいこれはどう感謝していいかとか考えちゃいますね。そうだから改めてちょっと今回トークテーマにして考えてみました。はい、まあ、大体アイドル現場に来てくれるファンで言うとですね、まあ、どこが好き、そうだな、ファンのどこが好きかっていうのを言うと、普通にそうですね、現場に来てるファンの人で言ったら、こう楽しそうにライブを見ている姿が好きだったりとか、振りコピ中って言われる振りコピを一生懸命する人がいたりとか、ミックスタイガーファイヤー言ってる姿とか、こうやっぱステージ上で見てるのは楽しいんですよね。すごいそういうのも好きだし、こう逆に後ろの方でこう 親みたいな眼差しでこう微笑んでくれてる人とかもいたりとか、なんかもうそれ声潰れちゃうよっていうぐらい頑張って声出してくれる人とかもいたりとか、もうなんかいろんな人がいるんですけど、このグループのために一生懸命毎回こう盛り上がろうとしてくれるファンの人がもう好きです、すごく。もうそれは私はステージ上から見た時のこのファンの人の印象っていうか、自分が歌って踊ってる時にそれを見てるのが結構楽しいとか、あとはそうですね、特典会とかでお話しすると思うんですけど、正直特典会だと喋れる時間が短いので、私はオフ会の方がすごい好きなんですよね。オフ会で1時間とか2時間とかもう普通にご飯屋さんでみんなと長々と喋ってるのが本当に楽しい。で、私は基本的にお酒飲んじゃいけないので、ファンの人だけでこうお酒飲んでて、私はお酒を飲まずにこう話を聞いたりしてるんですけど、もうできれば私も一緒にお酒を飲んでわーってやりたいぐらい、もうこうみんなとわちゃわちゃするのがすごい好きですね。もう多分人が好きなんでしょうね、私は。もうみんなのことをすごい知りたいし、みんなにもっと自分のこと知ってほしいとも思うし、で、あとはなんかファンとアイドルってすごい不思議な関係性だと思うんですけど、こう近すぎず遠すぎずみたいな、本当に不思議な関係、どういう関係って説明結構できなくないですか？できないけど、なんか家族ではないけど、すごい遠いんだけど近いような存在で、なんか相談事とかも結構お互いそんな話アイドルにするみたいな話とか、なんかお互いの関係値を忘れるぐらい、なんか不思議な会話をする時があるんですよね。あとなんかファンの人にだったら話せる話みたいなとかもなんか私はあるんですよ。友達には言えないけど
友達には言えないけどファンの人にだったら話せるみたいなとか、すごい不思議なんですよね、そのファンっていうこの立ち位置がね。まあ、もうそ、うん、まあ、そういうのが、そういう関係、うん、この距離がいいのかもしれないんですけど、そもそもなんで私がこんなにファンの人が好きなのかを考えてみたんですよ。そしたらなんか、もうファンの人がいなかった時期がすごく長かったからだなっていうのがすごいあって、もう芸歴4年ぐらいですけど、ファンがついてきたって本当ここ 1,2 年ぐらいで、もうだから多分一人一人がすごい貴重に思えるんですよね。そう、まあそんな、やっとなんやかんやで私にもファンがついて、それが自信になって活力になって、でなんかまあ次も頑張ろうっていう風になれてね、やばい全然話足りないんですけど、まあ、とにかくファンの人は私にとってもう宝なんですよね。もうファンがくれるこの無償の愛のおかげで可能性も広がっていくので、私はすごくありがたみを感じております。だから私のことを応援している人のことを一生私は愛していきたいなって思います。なんかもうちょっと、そうだな、ちょっと私はまだ全然、なんだろう、みんなにいろいろ返したりとか全然できてないけど、これからもたくさんファンを作っていけるように頑張りたいし、それで皆さんに喜んでもらいたい。そう、もうだからとにかく私は皆さんのためにこの業界で頑張っていこうってことを決意したので、ちょっとそうだな、一人一人を大切にしていきたいです。頑張ります。はい、早いものでエンディングのお時間になりました。いや、すごい喋りたいことが全然喋れなかったんですけど、ちょっとこれ次回の放送にちょっと持ち越ししたいなって、今のトークテーマの話を次回に持ち越ししたいんですけど、ちょっとファンについてもう少しお話しさせてくださいということで、今回はここまでですね。はい、じゃあちょっとお知らせがあるので、ちょっと聞いていただきたいんですけど、10月13日土曜日、松戸競輪場で、イベントがあります。入場無料で撮影可能、ライブが3回もあります。パルフェ、松戸競輪場の応援大使をやっていまして、その松戸競輪場で毎回ライブをやっております。っていうのが一つと、あと、その次の日ですね、10月14日、日曜日、アニタマ祭、これ埼玉の方ですね、アニタマ祭にアニメの、あの祭典みたいなのがあります。それにパルフェライブしに行きますので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。詳細は、パルフェの公式ツイッターホームページを見ていただけると嬉しいです。はい、ちょっとファンについておしゃべりしたんですけど、実はもう一通ですね、ちょっとこの番組にお便りが届いておりまして、ちょっとファンつながりじゃないですけど、そんなね素敵なファンの方からメールが来ているので、これも読ませていただきたいと思います。こんばんは。西山ちゃんはシャルコンにもだいぶ慣れてきたと思いますが、西山ちゃんはボケとツッコミどっちがやりやすいですかっていう お便りですね。ありがとうございます。のぞみちゃんはボケとツッコミ、そうですね。正直自分ではボケの方がやりやすいと思ってます。ツッコミは結構重役感がすごい、なんだろう、あるんですけど、ボケは結構何やってもなんか許される感じがあるのでボケの方がやりやすいと感じておりますという感じで、メールたくさん募集してます。たくさん皆さん、メール送ってくれたら嬉しいです。メール、ワロップ宛てにたくさんください。のぞみのしゃべりナイト、これで終わります。ありがとうございました。